5S とは、製造業、サービス業などの職場環境の維持改善で用いられるスローガンである。各職場において徹底されるべき事項を5つにまとめたもので、4S 運動にしつけを加えた5項。名前は5項目のローマ字での頭文字が、いずれも S となっていることに由来する。5S に基づいた業務管理を 5S 管理、5S 活動などと呼ぶ。 5S 自体による効果は、職場環境の美化、従業員のモラル向上などが挙げられる。5S の徹底により得られる間接的な効果として、業務の効率化、不具合流出の未然防止、職場の安全性向上などが挙げられているが、メリットもデメリットもある。海外の 5S 日本で生まれた概念だが、日本国外で用いられることもあり、5S という。 無駄の削減と効率化による生産性の向上が期待できる整理、整頓を徹底することであらゆる無駄がなくなります。無駄がなくなることで一つ一つの行動にかかる時間が短縮されていきます。その結果、全体の効率化や生産性の向上に期待できるでしょう。前述したように必要なものを探している時間は年間で150時間にも上ります。 一つのものを探している時間は非常にわずかな時間です。しかし、一つ一つの時間はわずかでも積み重なっていくと膨大な時間になってしまいます。そのため、これらを削減していくことで生産性が高まり、中長期的な企業の収益に貢献することにもつながります。また、生産性が向上することで作業時間の短縮が見込まれるため、 残業時間の削減などでワークライフバランスを整えられます。そのため、OS は企業だけではなく働く側にとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。社員の意識改善につながる環境犯罪学の理論に割れ窓理り論というものがあります。この割れ窓理り論はやれ窓理り論や壊れ窓理り論、ブロークンウィンドウ理論とも呼ばれています。この理論では 建物の窓が壊れていることを放置すると誰も注意を払っていないという症状になってしまいやがて他の建物の窓もすべて壊されてしまうとされていますつまり窓が割れているという小さなことを放置すると犯罪が起こりやすい環境を作り最終的には凶悪犯罪が多発するようになってしまうということを示唆していますしたがって小さな犯罪でも 徹底的に取り締まることで犯罪が起きにくい環境を作り治安を保っていくということが割れ理論の概要です。職場環境もこれと同じでゴミが落ちていることを放置してしまうと誰も関心を払わなくなり職場が荒れていずれ大きな事故につながってしまいます。またそこで働く社員の士気が下がることで生産性も低下し企業の業績へも 悪影響を及ぼします。そのため 5S を徹底して行い、職場や身の回りをきれいに維持することで、社員の仕事に対する意識が改善されていきます。また、5S 活動によって様々な改善を行うことで、社員自身も何かできることはないかといった問題意識を持つようになるため、社員の主体性の向上にも期待できます。コストがかかる 5S を導入し継続していくためには、 様々なコストがかかります。例えば、職場を整理、整頓するための道具や、ロッカーなどの収納場所を用意するためのコストや、社員へ教育を行うためのコストが上げられます。また、5S を導入したばかりのタイミングでは、社員への習慣づけができていないことから、戸惑いもあり、生産性の低下が起こってしまう恐れもあります。したがって、 これらのコストが発生する可能性があることが 5S のデメリットの一つです。すぐに効果が現れにくい 5S はすぐに利益に貢献するような取り組みではありません。5S を継続して行い習慣づけることで徐々に作業効率などが改善されて生産性の向上といった効果が現れてきます。すぐに目に見える効果が現れにくいため途中で 5S をやめてしまう企業も少なくありません。 しかし、トヨタ自動車のように 5S をはじめとした取り組みを何十年と続けてきている企業は成果を上げ大きな成功を収めています。したがって 5S 活動で成果を出すためには継続して続けていくことが非常に重要なポイントです。日本電産グループでは作法を加えて 6S または 396S とする。東芝グループではしっかりしつこくを追加して 7S とすることがある。プロトコーポレーションでも 7S としており、各界で掃除管理人を定める。セガエンターテインメントでは、習慣、しつこく、しっかり、信頼、スパイラルアップを追加して、10S マネージメントの基本とし、アミューズメント施設店舗で副賞が行われている。ありがとうございます。